ステップ3、secret sharing の実証実験。まずは、これやる前には、3キューベットの GHZ ステートを作れるかどうかを検討しなければなりませんが、例えば、ノード A と B の C の間には GHZ ステートを作りたい。で、それは3つのキューベットの状態とみんなご存知だと思いますが000、000プラス s 111。そしてそれが、 各ノードが、これの中のキューベットは1つずつ持っているんですね。そして、2つの作る手法があるな,なんですが、1つはテレポーテーションを使います。もう1つの手法としてはテレポーテーションは使いません。で、この各アプローチについてはちょっと説明したいんですが、例えばアプローチ1の,のことですが、A と B の間には、えっと、ベルペアをできている。 B と C の間にもベルペアができている。これが正規状態と言えると思いますが、そして次のステップなんですが、B のところには3キューベットの GHZ ステートを作ることになりますで。これが B は合計としては5つのキューベットを持っているんですね。そしてそれがと次には B のところにはと 3キューベットの状態を持っているなんですが、1つのキューベットをこっちには転送したいでしょう。そしてもう1つのキューベットは C のところには転送したいので、各キューベットについてはテレポーテーションを行います。まずはそれはさんご存知だと思いますが、bell state measurement は必要でしょう。で、このオレンジのところには1つのキューベットの bell 測定して、赤いところにはもう1つの bell 測定をやります。 それから、できてれば、A と B と C の間には3キューベットの状態ができてるなんですが、もちろんこれがテレポーテーション使ってるので、コーテンメッセージも送らなければならないんですよね。で、それが A と C に届いてから、どんな,どううどんなゲートをかけて、それが3キューベットの状態を直すことにはできるようになるんですが、最終的には ABC で、 GH state をできているんでしょう。それから、アプローチ2なんですが、別の手法で。まずは、初期状態は一緒になっているんですね。AB の間には、ベルペアができているし、BC の間にもベルペアができている。それから、B は、テレポーテーションせずに、その2つのキュービットの間には、2キュービットゲートやって、 エンタングルの状態をできていることにします。それから B は、それの中には一つのキュービット、どっちでもいいんですが、一つのキュービットを測定します。で、テレポーテーションと同様のことになるんですが、個展のメッセージを A と C に送らなければなりません。そして A と C のところには、もしかしてシングルキュービットのゲートをかけなければならないんですが、 それがやってから A と B と C の間には3キュービットの GH センスデータができている。それから、えっと、アプローチ1が,がこういう特徴があるんですが、まずは、えっと、さっきの説明した通りには5つのキュービットが必要になるでしょう。それがまあ、いいことだと思わないんですが、もう一つは、テレポーテーション使ってるなんですが、 テレポーテーションは、ップぺいホップにすることに,に,になるかもしれませんが、皆さんご存知だと思います。それがフィデリティにはあんまりいいと思わないでしょう。そして、おすすめの手法なんですが、テレホップぺいホップのテレポーテーションじゃなくて、E2E、e、のエンタングルメント。まあ、それが E2E、e、に,にはそれがエンドとエンドなんですが、この場合には AB、それから BC。 この手法で使いたいなら、やる前には AB と BC のエンタングルメントを用意するべきですね。そしてアプローチ2のことなんですが、必要なキュービットの数は少ないでしょう。B のところには2つだけは用意するべき。それからテレポーテーションは使わないなんですが、そのまま工程の通信も必要ですね。そしてこれがアプローチ2のことなんですが、 2021年には、えっと、シーメモリーを持っているシステムの上に,には実証実験があったんですが、それがレッスン14に説明したいと思います。さて、実証実験を説明すると約束したんですが、今回には、フォトネックの GHC ステータを使うことにはしたいと思います。まずはそれが完璧な3級別ーーの、えっと、 S GH s t a t Z ステートにはなりませんが、まあ、相関を、その3キューベットの相関を真似する状態に,に,にはできている、えっと、実証実験を説明したいと思います。これは、えっと、ウォルフケン・テトルののと一緒に、あのまあ、ウォルフケン・テトルやラ、ね、は、えっと、ジェネーァ大学でやってた実験なんですが、もう2000年なので、20年前以上になっているんでしょう。それが すごい歴史になると思いますが、その時にはエネルギーとタイムの量子物理を使いましたね。そして、基本的に2人分、2ノード分のトゥーパーティーで量子鍵配送と,と同様の手法に似てるなんですが、こういう装置を作りましたね。で、まあ、これが理想の図なんですが、 真ん中には GHZ ステートのソースのことになっている。そして、上、左、下、ね、えっと、右の,の,のところに書くところには、一つのキュービットずつには配りたいなんですが、まずはその、えっと、上に、えっと、配るキュービットを、ビームスプリッターに当たって、左右に分けるんでしょう。そして、0の状態は左に行って、1の状態に,には、えっと、行きます。は右に行きます。 そして、このオレンジのことなんですが、このオレンジのことは、イソのシフターになってるんですね。で、これがアルファのパラメータになってるなんですが、左下には、グリーンのところにはベータのシフターがあって、右の,の方はガマのシフターになります。そして、これが位置の状態だけにそのイソを書けますよね。そして、これが、まあ、さっきのシステムズと同様なんですが、 ノーデ A、ノード B、ノード C と呼ぶでしょう。それから、書くところには、この IJK にはそれがどっちのディテクターかの数えると、数字になってるなんですが、その PIJK は、で、キュービットを、格子をディテクトすることにはこの確率になります。そして、それは8分の1かける1プラス i かける j かける k なんですが、かける cos アルファ、ベータ、m マになります。それが、えっと、さっきのステップとちょっと違うので、それが確認すればいいと思います。そして、それが、えっと、さっきのステップで説明したことと確率とちょっと違うので、それが比較すればいいと思います。それから、えっと、本当の実証実験はそれがちょっと違ってたんですが、 どううとそのままエネルギータイムの量子もつれを使ってたんですが、3つのキュービットじゃなくて2つの格子だけを使ってた。それからこれが、まあ、数度 GHZ ステート、それが疑似の GHZ ステートになってるなんですが、それから、各検出器のところには、えーと、検出する確率は3キュービットの様子と同様になっていることには、それが、 実証実験にも行いましたので、それが、まあ、同じ様子に,になっているとの証明になっているんでしょう。そして、えー、数字としてはこういう状態になっていたんですが、1秒当たりには10が15回ができていたんですね。それが、えー、そのキ,ーキーベ、えー、ットの、シ、えークレットベットの、えー、作る手法のレートとしては、まあまあ悪くない数字になっていると思いますが。 そして、距離なんですが、30、40キロぐらいにはできるかもしれません、と,との状態になってるんですね。使ってたシステム上には、えー、とファイバーの様子なんですが、1キロメートルあたりには、まあ、0.3dB ぐらいになってたんで、それから、そのイソシフター、ね、が,がと、ボスカが 3dB になりました。 で、えっと、30km だったら、これが、まあ、1 0 d b ぐらいになってるので、まあ、10分の1には下がるでしょう。そして今、今回には、それが、えっと、シーク r ェ t s h a の実証実験でした。